中川市。中川市は、福岡県の中西部の畜子地域に位置する市。中川市内の南北に貫き、福岡市中心部へ流れている中川が、市名の由来である。2015年国勢調査で人口が5万人を突破し、2018年10月1日に単独市政を施行した。福岡市の南側、春日市の西側に隣接しており、 福岡都市圏の一部を構成する。福岡市に近い博多南駅周辺、西鉄中川営業所を周辺を中心とした市北部の平地部ではベッドタウンとして発展しているが、他の地域は農地、産地となっており、南畑ダム、自然保養施設、グリーンピア、中川や五岡山ダムなどがある。自然体で見ると順調に人口は増加しているが、北部の一部地域では都市化により、 人口が増加している反面、面積の大半を占める他地域では深刻な過疎化と高齢化が進行しているなど、同じ市の中でも正反対の特性を持っている。市の人口の約8割近くが市街地に集中しており、中川市の中心地区は福岡市や春日市との間で境界が不明瞭にスプロール化している場所が多い。また、福岡市南部の外苑地区、鶴田、老子、 ケアノ柳ヤよりも、市の中心部は、商業が発達しているため、これらの地区から買い物に訪れる人も多い。この一極集中型の市街地のため、人口密度は DID では7000人、キロメートルに近くなる一方、市全体では約10分の1の人口密度になる。地市群に属する町ではあったが、2010年9月30日時点での住民基本台帳、 および外国人登録者数の人口が5万人を突破した。2010年度の国勢調査の結果は4万9785人で5万人に満たず市政志向は次回以降へ持ち越しとなったが、その5行政は積極的に市政志向を目指しており、各地で市になろう。キャンペーンを実施し、定住の促進や住宅購入時に発生する固定資産税の免除や、 家賃の割引などの積極的な住民誘致を行い、2015年実施の国勢調査確定値で5万4人に達した。合併当初は23大技があった。1970年代以降、市外化地域を中心に町名設置を実施している。当初は隣のカス市と同様に住居表示を行わず地盤整理をしており、外区符号を持たない。 中川町一丁目100番地のような表記方法であったが2000年代以降に実施された地域に関しては中川町一丁目1番1号のように福岡市等で見られるような重表示を実施している外区表示板では前者は青色、後者は緑色と区別されている中川市では主に水田が広がっているが近年の減炭政策により 畑作に転じる農家が増加し、ヤーコンという根菜に力を入れて栽培している。市の物産館などでは、ヤーコンまんじゅう、ヤーコンドリンクなどヤーコンにちなんだ土産品が並んでいる。産館部では、わさびの栽培なども行われている。農家数、農業人口は一貫して、減少傾向にあることが統計に現れていて、昭和55年度、1980年では、 それぞれ800個3911人であるが、平成12年、2000年には、同423個2762人まで、減った。市内ではあまり工業は見られないが、今光、刀輪の一部で見られる。また、ここでは、新幹線車両基地も、工業として扱う。市内の商業の歴史は新しく、古くからの商店街などは稀である。 中川町が都市化し始めた昭和55年以降ユニード、現、大エグルメシティマル食サンリブサニーなどが進出。それ以前はことぶき屋が隣接する福岡市南区、老児にあった。現在は都市化も進行したが、大型商業施設はなく、典型的なロードサイド店舗が数多く立地する形態である。中川市の中心は主に北部地区の4つの通りと、 博多南駅前からなる。市外局番は福岡地区と共通で0級2であり、福岡 M ムウェイに属する。その後中川市は951-954までが与えられている。ただし、福岡市に隣接する刀緑地区は南九鶴田地区と同じ566.567である。最寄りの空港は福岡空港である。駅とホームは 隣町の春日市に所在するが、道路を隔てて、小道橋を渡った、駅前ビル、ロータリーとバス発着所は、中川市にあり、駅周辺部も春日市側、車両基地を隔てて、東側より、中川市側の方が都市化が一い。山陽新幹線の博多総合車両所、通称、車両基地は、敷地の北半分が、春日市、南半分が、 中川市にまたがっており、事務所が中川市側にあるため、所在地は中川市中原東2丁目となっている。山陽新幹線博多駅と車両基地との出入庫列車を利用して、博多南線として営業運転が行われている。なお、博多南線の路線自体も、博多南駅の駅、ホームと同様に中川市内には存在しない。そのため、 鉄道路線が利用可能だが、路線と駅、ホームは他の市、町村にある市、町村となっている。また、九州新幹線の本線が中川市内を通っており、佐賀県と須市との県境に筑紫トンネルが通っている。九州新幹線の駅は中川市や春日市には存在しない。博多南駅のほか、福岡市南区の西日本鉄道。 西鉄天神大牟田線大橋駅と市内を結ぶバスの本数も多い。他に西鉄かすが原駅、JR 博多駅、春日駅と市内を結ぶバスもある。西日本鉄道、西鉄グループ各社が運行する路線バス、西鉄バスと中川市が運行するコミュニティバスの川蝉バスがある。市内を国道385号が縦断しており、 本市と福岡市、佐賀県神崎市、福岡県大川市、柳川市などを相互に結ぶ重要ルートとなっている。ただし2006年の東セフリトンネル有料道路の開通までは坂本峠付近が大型車通行止めの境愛事であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。